Bring はい次今日も最小限文法と基本動詞でお話をする練習をしていきましょう最小限文法というのは四次性現在形現在進行形過去形未来形そして「can」ですね この四次性とキャンがあれば、最低限必要なことはお話しできるようになりますので、まずはこの骨格を固めましょう。それにプラス基本動詞を乗せられるようになると、かなり表現力が上がりますので、四次性とキャンで基本動詞を使う練習をやっていきます。今日はブリングですね。ブリングは持ってくるというのが基本の意味ですね。カムと同じ方向です。カムはやってくるですよね。これに物がくっついてきたのがブリングです。 何か物を伴って持ってくるということですね。はい。では、例文ご用意していますので、最後10回ずつ音読練習もやっていきましょう。はい。では、No.1 Did you bring an umbrella? 意味としては、傘持ってきたってことですね。you が主語、bring が動詞、an umbrella が目的語ですね。あなたは持ってくる傘をということになります。過去の質問なので、did を頭に出して、did you? となりますね。はい。では、この bring を使って作っていきます。No.2 飲み会に何人か友達を連れていくよ。はい。bring という動詞は、物を持ってくるだけじゃなくて、人を持ってくる、連れていくっていう意味でも使えるんですね。はい。ではやってみましょう。I'm、はい。未来の予定ですね。I'm going to bring、はい。何を持ってくるの友達ですね。some friends。はい。どこに向かって ?to the party. はい、こんな感じですね。解説します。I が主語、bring が動詞、some friends が目的語ですね。はい、begoing to を動詞の前にセットすると未来の予定になりますね。なぜ予定になるかっていうと、もともとこの go っていうのは行くって意味がありますよね。begoing っていうことは行ってるんですね。はい、to 矢印、bring 持ってくるという行為に向かって行ってるってことは心で決めてるわけですね。 はい、心が向かってるわけなんで、心で決めてる予定ということになります。はい。some friends を持ってくる予定、連れていくよっていうことですね。はい。チューラパーティー。この前置のチューも矢印ですね。はいえ。パーティーに向かって、飲み会に向かってってことになります。three、観光業は多くの収入をもたらす。持ってくるですね。はい。これは、えー、日頃の事実なので、現在形でいいですね。tourism brings A lot of money. はい、こんな感じですね。解説します。Tourism が主語ですね。はい、Tour って言いますよね、旅行のこと。Tourism は旅行業ですね。はい、Brings が動詞、S がついているのは主語が三人称単数だからですね。三人称単数っていうのは、I でもなくて、U でもなくて、他の誰か一人か一つが主語に来たとき、 現在形の一般動詞に S をつけるというルールですね。はい、a lot of money これが目的語ですね。はい、a lot of っていうのはたくさんのっていう形容詞でマニーにかかりますね。a lot of は、えー、数える名詞、数えない名詞どちらにも使えます。マニーは数えません。概念だから、えー。一枚一枚の紙幣、ベオとか、えー、一個一個の硬貨、コインは数えられるけど、マニーは概念だから数えないんですね。だから S とかつかないですね。はい。 先ほどの戻りますが、s o m も数える、数えない両方に使えるんですね。ここは s o m f r i e n d s 数えられる名詞だから何人かの友達っていうことで数えてるわけですね。はい、OK。For 何か食べ物を持ってきてくれるとお願いしてみましょう。つまりできるってことですね。can you bring some food? はい、こんな感じですね。はい、can you?you you が主語、bring が動詞、s o m f o o d が目的語ですね。はい、can というのは何々できるという能力や可能性を言うときですね。肯定文なら you can bring になりますが、えー、質問は can を前にですから can you bring であなた持ってくることできると、s o m f o o d を食べ物をってことになりますね。はい、これもまた s o m がついてますよね。Some、は、 えー、数えるもの数えないもの両方に使えます。いくらかのっていうことですねいくらかの食べ物まあ量としてちょっとなんか食べ物っていう感じですね。Okay, number five. どうしてここに来たのブリングを使って言ってみましょうね。What here? brings you here? はいこんな感じですね解説します。 What が主語ですね。はい、こうやって疑問詞が主語になることもあります。What とか、Who とか、Which とかは主語になれるので、はい、疑問詞が主語になるときは、肯定文と同じ語順です。はい、What brings SV ですね。You、あなたを。何が持ってきてるのあなたをここにっていうことですね。はい、brings の S は三人称単数の S です。What は三人称単数扱いなんですね。何が持ってきてるのあなたを 運んできてるのあなたをここに、つまりどうしてここに来たのという意味になるわけですね、まあ、直訳すると「Why are you here?」なぜここにいるのという言い方もあると思うんですがそれだと唐突な言い方なので何でっていうことだからですねはいなので「What brings you here?」の方が綺麗な言い方ですねぶしつけ感がないのでこちらの方がいいですねはい、では10回ずつ音読をして口のストレスをなくしていきましょう No.1 Did you bring an umbrella? 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 Number two. Nomikaini Nanin Katomodachio Tsete kyo. I'm going to bring some friends to the party. I'm going to bring some friends to the party. I'm going to bring some friends to the party. I'm going to bring some friends to the party. I'm going to bring some friends to the party. I'm going, I'm going to bring some friends to the party. I'm going to bring some friends to the party. I'm going to bring some friends to the party. I'm going to bring some friends to the party. I'm going to bring some friends to the party. Number three, 観光業は多くの収入をもたらす。 Tourism brings a lot of money. 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 Number 4. 何か食べ物持ってきてくれる? Can you bring some food? 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 Can you, Can you bring some food? 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 Number five. <Girishony> do <IME Glory> what brings you here? 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 Okay, 今日もあなたの口が素だっております。Thank you for watching. See you next time. Bye.